うちの後輩山崎芳生の話なんですけれども、本当に彼はアホなんです。そうですか。例えば前もリスってアホですよねって言い出すんですよ。でリスはアホなんですよ。そうなんや。リスってね、どんぐりを食べるんですけど、体がちっちゃいから半分ぐらい食べてどっかに隠すんです。でもそれどこに隠したか、リスアホやから忘れるんですよっていう話を僕に4回ぐらいしてるんですよ。リスよりみたいな。リスよりなんです。リスよりです。ちょっと前も日テレにいまして、収録で、はい、であれ自分で車で運転してくるんですけど、あ、携帯がないって言い出して、はい、で多分車に忘れてるはずやと、で車にあるはずやからマネージャーに、ごめん、ちょっと車駐車場まで 見に来て行ってくれって言って、はい、鍵渡して、はい、でマネージャー行きますよね。10分ぐらいしてマネージャーが戻ってきて、すいません見当たらないんですけどって言ったら、うん、車がって言ったんですよ。彼にはそんな彼がですね、何年か前に謎の奇病に遭いました。この僕本当に意味わかんないんですけど、なんかね、その痛いんですって、そのなんかその一物が、でそういう興奮すればするほど痛くなるんですって、でそれがもう病気やって言うて、僕は大して結局は何もなかったんですよ、そんなもんは。で病院行ったらね、まあ、医者もおかしいな言うて、それは奇病ですよみたいな、何かの病気は言われて、でほんま手術 してもいいんですけど、そんな普通はしないですよって言われたんですね。でもそれを彼はね、なんかこうすごく重く受け止めたみたいで、その日の夜、僕たまたま3人でライセンスの藤原と3人でご飯食べてたんですけど、本当にちょっと泣き出したんだ。こぼれたんでしょ。はい、それで僕切るって言ったの。ヤマキ、ごめん、ほんま意味わからない。いや僕もう切りますって。こんなんやったら僕もういいんですよ。で娘も二人おるし、もう僕いいんですよ。僕も笑いが止まらないんですよ。でも彼はもう泣いてますよ。もう笑っといてくださいと、はい、もうむしろ笑ってくれる方が僕はもう幸せですと。でもう僕は切ることを決めました。で娘に言いますと、はい、お父さんはもうお父さんではないんだ。でも意味がわからん。意味がわからんの。それで次に言った言葉が僕はもう信じられないんですけど、はい、切ったら僕は多分霊感が出てきます。そういう意味では食いっぱぐれはないんで。また何かあったら見てあげますよ。私は。本当にね、もう彼はもう分かんないんですよ。嫁なんですけども、もうほんとつい最近の話ですよ。ご存知の方いると思うんですけど、あまり動かない方で、まあ、1日の8割ぐらいこういう状態でずっと寝そべってらっしゃるんですよ。出番出不精のね。出不精、まあ、それはいいんですよ。僕洗い物と全部するんですけども、ある日帰ってきてちょっと晩飯時やったんでお腹減ったから、晩飯どうするって言ったら、このままずっと返事をしてくれないわけですよ。あるあるある、晩飯どうしようか、俺なんかパスタかなんか作ろうか、どうしようか、なんかピザかなかどうする晩飯、ずーっと全然言ってくれないんですよ。どうしようかな、なんかパスタ作るなって言って台所行こうとしたら、お寿司、何お寿司って言うんですよ。お寿司出前取ろうかで、最近ちょっとね、美味しい近所のお寿司屋さん見つけたんで、よく出前取るんですよ。お寿司じゃあ出前取ろうか言って、こうメニュー見ながら電話をしようとしたんですね。で嫁は急にバーッと立ち上がって、お風呂場の方の洗面台の方にバーッと行きよったんですよ。で何頼もうか、特選の握り、前頼む、特選の握り2人前でええか、あ3人前で1個な、子供用サビ抜きで特選の握り頼むな、
頼むで言って電話取ってピッピッピッってやってたんですよ。ほんだらその風呂場から廊下をダダ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 ダしてきて、うん、押してるボタン押してる手をガーッ止めて、うん、何やねん言うた嫁が意外とチラシ寿司言うたんですよ。これあの姪っ子の話なんですけど、はい、あのお姉ちゃんに、うん、あの娘ができたんですよ。でそれが3歳ぐらいなんですけど、で3歳になってなんかディズニーランド行きたい言うて、はい、東京の僕の家にあのお父さんとお母さんと、うん、お姉ちゃん夫婦とその姪っ子と来たんですよ、うんうんうん、ほんで、うん、あの初めてやったんですね。でちょっと僕のとこのリビング、まあちょっと広いんですよ、うん、でフローリングで、うん、ほんならその姪っ子がものすごいこう嬉しなってうわー言うて走り回ったりして、危ないで危ないで言うて走り回ったりして、うん、フローリングやからバーン滑って頭ゴーン打って、うん、うえー泣いたんですよ、うん、で、ああ大丈夫かって、痛いの痛いの飛んでいけ言うて、うん、ほんならはあ、飛んでいったみたいなんで泣き止んだりとか、うん、あほんとこれええな言うてて、うん、でもずっと3日ぐらいいたんですけど、なんかよくこけるんですよ、うん、ほんで痛いな痛いな飛んでいけで初めは泣き止んでたんですけど、全然もうそれ聞かんようになったんですよ、うん、飛んでいけって飛んでへん痛い痛い言うて、うん、ほんならあのうちのお父さんおじいちゃんが、うん、それおじいちゃん の, あの口んとこほってき言うて、うん、おじいちゃん食べてあげるわ言うて、うんうん、でまたバーンなってウェーなって時に痛いな痛いのおじいちゃんの口飛んでいけ言うて、うん、なおじいちゃんがあっ言うて、うわ痛い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 言うて、うん、めっ子はうわー言うて笑って、うん、あだそれええな聞くな言うてたんですよ、うん、ほんで1ヶ月前ぐらいですかね、で僕あの休みができたんであの京都に帰ったんですよ、うん、であのお父さんいるはずやったんですけど帰ったらいい日んかったんで、うん、お母さんに「あれお父さんどこ行ったん?」って言ったら、うん、いやちょっとなんか体調悪なってあのちょっと病院行ってはんねんってなって、で検査して今日結果出んねんみたいな、うん、あそうなんや言うて、うん、でメイクもいてメイクが「わ大ちゃん」言うて喜んでて、うん、あのテンション上がってたんですよ。で僕遊んでたら親父が帰ってきて暗い顔で帰ってきて「お父さんどうしたん?」って言ったら「いやちょっと検査引っかかってもうてな、ちょっとあの入院せなあかんかもしれんねん、あの検査入院やけど」みたいな。えマジでって言うてて、でまあ大丈夫やろって言ってた、おじいちゃんおかえりってまだ走ってきよった時にバーンこけよったんですよ、うん、ほんならあのあ大丈夫か言うて、で僕が痛いの痛いのおじいちゃんの口に飛んでいけ言うたら、うん、お父さんが、うん、いや今事情があって食べられへんって優しかったおじいちゃんに言われたから余計うえって泣いて、いやお父さん今食べたったらええやん全然関係ないやん、ほら急に親父もなんか今までちょこちょこ食べてたもん関係あるんかもな、パニックやったっていう話だ、そう関係ないんかもしれんな、はい、いや関係ない食べだったらええんで正義は語れへんのかと思った話なんですけど、あの新快速ってで大阪であの電車があるんですけど、何個か駅を飛ばしていくって、で乗った時にあの普通は横並びでこういう感じの電車なんですけど、新快速って4人掛けっていう席があって、で僕このドア入ってすぐここの4人掛けのところにこうやって座ってたんです。で前にはサラリーマン風の人がバーンって2人座って、でなんか部長クラスっぽい人と社員みたいな、で僕こうやって、まあ、あの話にこう襲ったらごっつ後ろがうるさかったです、うん、なんかなと思ってチラッとこうやって見たらドアの前になんか若い兄ちゃん 3,4 人が地べたに座って、うん、なんかうわーって騒いでるんですよ、うん、でもうドアの前やしこれえーってなってたら、まあでもこれはまあしゃあないか思ってこうやっとったら、その部長らしき人がそれをチラチラ見て、俺あんな許されへんわって言い出したんですよ、ね、あんな礼儀もマナーも何にもないやないかって、うん、わし言おうかなみたいなことを言い出したんですよ、うんうん、ほんであのその社員の方が「いやもうやめた方がいいんちゃいますと」と、うん「そんな何されるか分からんし、もう次の駅ですから、でそこでもう降りてまばって行きましょう」って、で「ああそうかでもわしな」ってずっと見てて、で10分ぐらい経って初めの駅に着くんですけど、まあそこで降りはるんですけど、結果電車がホームにサーッと入った瞬間にもうパッて部長は立ち上がり、うん、バーッとくさだって言ってその若いやつらのとこ行って「うん、降りんねん邪魔!」って言うたんですよ。ほんなら車両はキーンって
ってなったんですよ。うわ言うたみたいな、うん、で一番びっくりしたんですけど、おりんねん邪魔ねん言うた、逆のドア開いたんですよ、うん、落語かお前ほんならその若いやつが、おっさんはこっちから降りんのか言われて、顔真っ赤っかにしてこっちから降りて正義は破れたな、かわいそうかわいそうやな、いやあれはもうえぐい話ですね、えぐい話やな、ちゃんと開いたら決まったんやけどな、まあ、ちょっとびっくりしたというか、ええまあ、衝撃を受けた事件が、まあ、あったんですけど、はいまあ、中学時代の友達の話なんですけど、はい、ゲルちゃんという友達が、はい、ゲルちゃん、はい、ゲルちゃん、偉い名前ですね、まあ、シゲルという名前で、ゲルちゃん、通称ゲルちゃんという友達がすごいことができると、うん、何かと言いますと、例えばですけども、うん、今年の12月5日って聞くと、うん、もう食い気味に土曜日とか、だから3年後の、5月6日水曜日みたいな、こうかぶしかぶり気味で答えてくる、しかも調べると絶対正解だと、そんなことあんのかと思いまして、ねはい、僕のクラスじゃない隣のクラスなんですよ、はい、でそれでも、はあ、いきなり聞いたら、うん、ちょっとびっくりして、うん、考えて、うん、間が空くんじゃないかと思って、うん、あの中学あの給食場っていうのがありまして、うん、みんなそこで食べるんですけども、うん、そこで食べるんですけども、うん、早めに全部食べちゃって、うん、出てくるのを待って、うん、いきなり聞いたら、うんびっくりするんじゃないか、うんうん、答えるのが難しくなるんじゃないかと思って、うんうん、給食してバーッと食べまして、うん、玄関で待ってたんですよ、うん、扉のところで、うん、ほんなゲルちゃんが出てきたんですよ、うん、で出てきた瞬間に言ったんですよ、うん、10年後の3月3日言ったら、うん、ゲルちゃんが、うん、って言い出して、うん、回り出したんですよくるくるのゲルちゃんがまず、うん、答えてないやんと思って、うんはい答えてないし、うん、何で回ってんのと思って全部がおかしい、はい、と思ったら、はい、うーんって言った後に、うん、鼻の穴から、うん、鶏肉ポン で考えたら給食に筑前煮が出てたね、はい、あそれかと思ったんですよなかなかでかい鶏肉からポンって言ったら最初ゲルちゃん腹取れた色目的にもね肉やほんでその鶏肉がコロコロって落ちて止まった時に木曜日正解だからもう正解分かってたよすごいねゲルちゃんゲルちゃんびっくりしましたね衝撃急に答えよう思ったから詰まったんでしょ。ああ。できたんですね。すごいね。すごい投資だよね。すごい。これは高校3年生の時の話なんですけど、うん、クラスメイトに、うん、あのしばっちっていう男の子がいたんですよ。はい。でその子はほんまにあの寡黙で、それこそ西田君みたいに誰とも喋らないし。うん誰ともつるまないですよで休み時間とかも一人でどっか出かけたり、うん、昼休みとかももう決まってなんかこう中庭のベンチみたいなもう定位置があって、うん、そこで飯食うみたいなで誰とも話さないしその声聞いたのもその授業とかで当てられた時だけまあ短めの言葉でちゃんと答えるみたいなところで声は聞いたことあるんですけど、うん、笑った顔とかも一度も見たことないですよ、うん、で笑う人なんかどうなのかも分かれへんみたいなで一応僕その高3の時、まあ、お笑い好きやったのもあってなんかちょっとこう面白担当みたいな位置あったから、うんまあ、授業中とかにボケたりするじゃないですか、はいはい、だからクラスメイトとかうわーってウケるんですけどしばっちだけは絶対笑ってないんですよ、うん、でいつまでそのみんなを笑わせたところでしばっちは笑わないあもうしばっちのツボには俺ははまらんのやなみたいな、うんうん、そんなところでまあ1学期2学期終えて3学期に生物の授業であの理科の実験室みたいなところ行って、うんあの果物の細胞を調べるみたいな、うん、で理科の班がしばっちとも一緒の、男さん女さんの6人組みたいなになったんですで果物とかブワーって並んでてあのリンゴとかはもうあの食べれるようにカットした状態、うん、みかんとかも剥いた状態で並べてあってまあその中時間潰しみたいなのもあるからちょっとつかみがてらあのリンゴのその切られている実の部分にみかんの皮をそのリンゴの皮っぽくちょっとハサミで切って
そのリンゴの実にみかんの皮乗っけて、ちょっとみんな見てこれミンゴってボケをしたんですよ、うんうんうん、まあこれつかみ程度の別に受けんでもいい程度のことを言うたんですけど、そしたらしばっちがハハハハって笑ったんですよ。で初めてみんなその姿見るから、あれ何やろって一瞬ピタって止まったんですけど、しばっちがうわーって笑ってるから、しばっちが笑ってるってなって、うわーって拍手があって、スカジやったな、スカジやったなってうわーって盛り上がったんですよ。でしばっちはしばっちで照れくさそうに、でもみんながこうなんかこう楽しそうに幸せそうに笑ってるの見て、笑っちゃいましたみたいな感じの顔で、つかじすげえすげえみたいな感じで楽しく終わって、先生もしばっちの初めて笑う姿見ておーみたいな感じで、でそこからまた授業に始まっていってたら、辻井っていうですね、これまたお笑い好きの男がクラスにいまして、その辻井はやたらと僕をライバル視してるんですよ。で僕が受けてるのが多分気に食わなかったのか、ちょっと自分も受けてやろうと思ったみたいで、そのみかんの実のところにリンゴの皮、要するに僕と真逆のことをして、でしばっちのとこ行って、しばっちこれ見てみ、これがリカンってボケたんですよ。だからまた笑うんかなと思ったら、しばっちが鬼の形相になって、それは違うやろってパーンって殴ったんですよ。ぶっ飛ばされて、何これ何これってなったら、それは違うやろ、それは違うやろってずっと怒られてて、昔話みたいな、なんかこう俺やったことに対して俺もやったろみたいな、僕の一人さんとかね、それで真似してやったやつは全然受け入れられへんかって、でまあ一応そのなんちゅう大事にはならずに、それは辻が悪いってみんなもなって辻を辻で辻もごめんなさいって言って許してもらうっていうか結末ではあったんですけど、ほんと昔話みたいな結末で。悪くはないけどな。悪いやろ。まあ僕竹若っていう名前なんで、はい、まあ結構珍しいんで、うん、なかなかこうあだ名がつきにくいんですよ。はい、でまあいつも竹若さんとか、うん、ファンの子とかでも、まあ、竹若さんしか呼ばれたことないんですけども、はい、天然素材の時に、うん、もうキャーキャーなってる時に、うん、一瞬だけ僕王子って呼ばれたことがあるんですよ。でまあ普通ね、宮迫さんはね王子って呼ばれてた時期あるんですけど、それは自分で言ってたんですよ。自分で、ね、俺は王子や、うん、俺は王子や、うん、って、うん、でも僕はもう自然に王子って呼ばれる、うん、あるきっかけがあったんですけども、うん、まあ言ったらもう天然素材でものすごい人気があったんですよ、うん、もうそれはびっくりするぐらい、うんうん、でまあ言ったら劇場から駅に行くにももうすごい囲まれて、でまあ言ったらもう結構ね、その言うたらファンの子っていうのはもうそのタレントさんに一直線なんで、うん、結構周りの人とかやっぱ迷惑考えないんですよ。で結構いろんな人にバーン当たったりとか、お店のものバカーン壊したりとか、うん、まあ普通に道歩いてでも結構そういう状況だったんで、うん、で僕はちょっとこうあまりこうキレるキャラではないんで、うん、あまりこう注意ができなかったんですよ、うん、でもあまりにもその時おばあさんとか突き飛ばしてる子とかおって、うん、これはその日はちょっと俺はキレたろうと思ったんですよ、うん、でもバーンバーンやってる中あんまキレたことないんで、うがっうがっっていう感じでなかなかキレなかったんですよ、うんうん、キレることができなかったんですよ、はいはいはい、でもこれは絶対キレな、はい、俺は絶対キレなっていう頭でパッて見たら女の子が植木のお花をバーン踏んだんですよ、うん、ほんならお花を踏むなーって言うてもうたんですよ次の日から王子です王子、いや、それはもう、まあ、これはちょっと質問に対するよりによってお花をそれは王子ですよ、はい、あ、そうやったんですね、はい、一瞬王子で呼ばれてた、でもうすぐ終わったんですか、まあ、これは僕と一緒に、まあ、学祭に行った時の、まあ、サバンナ、はいはい、サバンナ話なんですけど、工業高校ってあんまりこの聞かないじゃないですか、うん、ね、でなんか学生たまになんでこの時間にやんのみたいな、うん、午前中やったんですよ、うん、で、まあ、サバンナはその前にもどっか行ってて僕らが先にネタをやると、うん、ね、うん、ネタやってたんですけどあんま受けなかったんですよ、うん、でまあちょっとまあちょっと下ネタ入れたりするとやっぱりわーって湧く感じやったんですよ、でまあでもまあまあでもまあ参ったかなっていう感じで終わって帰ってきて、その状況を知らないサバンナがもうそのまま飛び込みで、うん、ネタ始めたんですよ、なるほど、受けない、あんまり受けなかったと思ったよ。で、生徒の一人が途中で、
俺はお笑いかたまにおるね、そういうのいるじゃないですか、感じ悪いです、ちょっとまあそのサバンナもちょっと受けてなかったのもあって、茂雄がプチッと切れたんですよね、おいちょっと待ってと、今誰か俺のおもろい言うやつおるやろ、で茂雄はそこでお笑いって、そう楽しそうにやってるけど、人を笑かせるってどんだけ難しいことやっていうのを教えようとしたんですよ、今言ったやつ、あいいでしょ、じゃあ舞台上がってきてネタやってもらいましょう、言ってもう茂雄がやったらもうわーってなるから、もう上がらなあかん状況を作ったんですよ。ほんならそいつがまあまあまあちょっとこういう感じして上がってきたんですよ。で、はいじゃあネタどうぞって言ったら、そいつ校長先生のモノマネして大爆笑。ふわっとボカーンって思って、なんか知り合いもなんかどうしてやるやんけお前みたいな。大爆笑どっぷりよ。何個までファンドになったみたいで全然まで収まれ、これ天素の時の話なんですけど、天然素材、はい、はい、天然素材の時の話なんですけど、まあ何年かやってて、よう頑張ったと、で、その吉本の上の方に、でちょっとこうみんなでじゃあサイパン行こう言って、はいはい、でサイパンみんなで連れてってもうたんですよ、ほんで僕らも20とか21ぐらいやったんで、もう着いた瞬間にもテンション上がってみんな飲みまくったりいろいろしてたんですよ、で夜にみんなでわーって飲んでる時に、あれ木村君はバッファローゴロの木村さん、あれいい日になって言うてて、でまあええやん言うて、ほんでみんなでその初日の夜はみんな楽しい飲んでたんですよ、で次の日の朝に僕パッて目覚めて、じゃあバイキング行こう言って、でバイキング行ったんですよ、ほんならバッファローゴロの木村君がいたんですよ、でいや木村君何してたの昨日みんな楽しい飲んでたのにって言ったら、いや13時間ぐらい寝ててって言うて、いやもったいない言うて、サイパン来て初日に13時間寝るってアホちゃうか、いや分からん寝てもうてみたいな、落ちてもうてみたいな、ああそうなんや言うて、落ちてはねえやん、でね、で、あ、で、こうなんか喋ってたんですよ。で、僕まだバイキング撮ってなかったんですけど、木村君さっき撮ってたんですよ。で、食べながらずっと僕が昨日ね、こんなことあって、こんなことあってね、って喋ってる時に、ずっとね、なんか食べながら、アメリカのヨーグルト酸っぱいわー。はい、アメリカのヨーグルト酸っぱいわ言うんですよ、で何なんアメリカのヨーグルト酸っぱいって、いや違うそんなんどうでもええから言っていろいろ喋ってたんですよ、ほんでほんで僕じゃあちょっとすいません言ってちょっと取ってきますわ言ってバイキング取りに行って、ほんでこう一通り取った時に、あヨーグルトある言ってたなと思って、僕もヨーグルト食べたいなと思ってヨーグルト探しに行ってもどっこもなかったんですよ、あれヨーグルトないなと思って、ほんでサラダバーのとこ行ったら白いのがあったんですよ、まさかまさか、そのまさかのドレッシングをヨーグルトやったんですよ、ほんで君らくんって言うてアメリカのヨーグルトが酸っぱい違うでって言って、ドレッシングやから酸っぱいねんでって言って、マジでみたいな、今住んでるマンションに、まあ、簡易なんですけどちっちゃいジムがついてるんですよ、本当に、まあ、軽い運動できるぐらいのジムなんですけども、まあ、僕別に体鍛えてはないんですけど、たまにストレス解消で重たいの持ち上げたいなってなってたまに行ってるんですよ、で何回かそのジム行ってる時に何回か会うおじいちゃんがいて、まあ、おじいちゃんなんですけど、まあ、白髪で、まあ、オールバックというか、まあ、後ろに流してて、でも顔が真っ赤っかで結構マッチョすごいんですよ体が、でもう結構おじいちゃんのようにもう逆三角形でこうそれやのにこのブカブカのあえてタンクトップ着て、アメリカ製みたいな、もうこんなおじいちゃんがいて、で僕はその重たいのガーってやってるんですけど、そのおじいちゃん自分のダンベルを持ち込んでいつもこの肩の位置まで上げてってトレーニングやってるんですよ、すごいなこの人でもこの人ほんとすごいな、もうなんかなんか言うてるなって思って、なんか言うてるね、はい、で僕T シャツで顔こう下から持ってきてこう目の前の汗拭くふりして
近く寄ったんですよ、これやってる時に近く寄ったら勉強するにもしない、もっとあたり人と願ってるんだよと学園天国歌ってるんですよ。多分その早くこのクラスで一番の美人の隣をまで歌ってこのクラスで一番の美人の隣を多分そこで決めてるんですけど、早口で言うとはしゃあないやろ。ちょうどいいやん、ちょうどいいんだ。これ大阪の先輩で大阪キッズさんという先輩がいらっしゃるんですけども、その藤田兄さんという方が、かなりの天然ボケなんですよね、もう40歳ぐらいなんですけど、まず手足口病っていう幼児しかかからん病気にかかったりとか赤ちゃんがかかる病気にかかって珍しいと、で学会で発表するって言って全部足とブツブツがこう出るんで、全部こうやった写真を撮られて病院に飾られたりとか、それぐらい珍しいです。大人が何のまあまれやと。なるほど、赤ちゃんしかない。なんで最近 PC 抗体言ってパソコンのこと誰も気づかないで PC 抗体言ってウイルスに気ぃつけやっていう、でウイルスっていうのはまず分かってないんで、パソコンから出てきて自分に害を与えると思って軍手はめてマウスを持ってマスクしてサングラスかけて帽子かぶってパソコンやってたとか、そういう話はたくさんあるんですよ。サメ帽子と同じ対策や、蜂蜜取る人みたいな。そういうのでパソコンをしてたと。あと自転車の撤去のバイトっていうのに行ってあったんですけど、まあ自分の最寄りの駅に自転車乗って行ってバイト行って、その現場がその駅だったんですね。ほんで行って気づかんと自分の自転車を撤去したんですよ、ね、気づいてないんですよ。ほんでわーってなってバイトで自転車を下ろして、ほんで電車で帰ってきて自転車がないのがあって自分で貼った撤去しましたというのを呼んで取りに行ったぐらいのレベルの男なんですよね。すごいレベルの男。レベルで言うたらもうね勝てないんですよ。勝てない。その人が ある日車に乗ってまずそれで車の免許を交付してええのかという話なんですけども、わーって乗ってはって、で親友が子供が生まれると、で子供が生まれたらすぐお前にメールをすると、ね、だからお前すぐにメールするって言われたらすぐにメールが来ると思ったらすぐ見なって思うんでしょうね。で車運転してて、でこう右折する時に、今はダメですよ、その当時はまだ触ってもよかったんですよ、携帯を、運転中。そのとわーってなった時にメールの音が鳴ったんですよ、でそのこのメーターのとこに置いてたんで、曲げた瞬間にハンドルの隙間に手入れたんですよ。バーって入れたんですよ。戻らないですよね。戻ったら来ないなるわけですから、うわー言うてボーンと電信柱に激突したんですよ。ほんで車は何もしてへんのになーって言うたままなんですよ。なんだからメール見たら全然関係ない、それから毎度っていうメールが来た。毎度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 全損です。全損全損です。挨拶メールね。挨拶毎度だけで全損。愛すべき来ないなって全損すごいな。愛すべき天然。10周年ですから、僕が初めて出させてもらったのはまだ20代、29とかけど、もうだから40なんですよ、ジュニアも僕。こういろんなことをこう変えていかなあかんのじゃないかと、そういう時期なんじゃないかと思うんですね。だからこう例えば仕事でも今俺音楽全く聞かなかったんですけど、スペースシャワー TV で音楽番組やらせてもらったりとか、でこう いろんな異業種の人とお酒飲んだりとか、知らん世界の人たちとご飯食べたり、こうアグレッシブに、俺全くできなかったんでアグレッシブにしていこうとか、例えばこう服も黒い服ばっかり着てたのをこうちょっと色をね、取り入れてとか、もうしょうもないちっちゃいことですけど、そのもう合理的に合理的にっていこうとする部分があって、例えばこうスニーカーをちょっとわざと大きいの買って、で紐ゆるゆるにしてスッスッと履けるようにして脱げるようにってずっとしてるんですけど、ハイカットのスニーカーやとそのゆるゆるやから、このハイカットの上にジーパンが乗っかる、めくれてる感じになる、これを直す、歩いてたら乗っかる、直す、あ俺ずっとこれで来たけど、ここでギュッて
やるタイプにすると、うん、毎回ね、うん、その毎回結ぶほどくのストレスよりこう乗っかる直すのストレスの方があるんじゃないかってことで、うん、ギュッとするようにしたりとか、うん、なんかこうやってこういろんなことを変えていこうと思って、うん、その音楽番組音楽プロデューサーの蔦谷好位置さんという人が出てあるんですけど終わりで「ジュニアさんご飯行きませんか?」って言われたんで「あ行きましょう」と「ご飯行きましょう」っつってでいろんな音楽の話聞かせてもらったりしてたんですほんなら電話が鳴ってその昼間その番組のゲストに来てはった斉藤和義さんが電話が出て「ジュニアさん一緒に飲まないですか?」って電話が出てたんですほな行きましょうそっち行きます合流しますっつってで行ったんですほなそこにはあのクロマニオンズのマーシーさんあの元ブルーハーツ、はい、ハイローズのマーシーさんがいてあって、はい、あどうも初めましてみたいなほんならすごい僕はお笑いが好きで本当に芸人さんのことをリスペクトしてて、うん、みたいなでこうだよね芸人さんはこうだよね笑いってこうだよねっていうすっごいこう心地のいい熱い話をいっぱい聞かせてもらってで寄せなんかに僕はもうしょっちゅう通ってると。だからあの例えば今だったら落語家さんだとあの人とあの人とあの人がすごいいいねとかって俺が知らんような落語家さんの名前とかもガンガン出てくるんですよでいやそうですかってめちゃくちゃ楽しい話いろんな熱い話聞けてじゃあさ今からみんなでカラオケ行こうよお俺カラオケなんて全く歌いかないんですよ、はいはい、ここは行きましょうっつって夜中3時ですけどみんなで行って、うん、ほんな斉藤和義さんが、ハイローズの、うん青春って松本さんがドラマでやった時の主題歌を斉藤和義さんが歌ったりとかマーシーさんが自分のアンダルシアに歌ったりとかすげーとかってめちゃくちゃ楽しい時間もう飲んで飲んでうわ楽しいで5時にそろそろお開きにしましょうほんま楽しかったですまたあの実の声かけてくださいっつって俺タクシーに乗ってで帰ったのほんならもうめちゃくちゃ飲んでますからもう尿意が半分なくなったんですよでもうすぐ着くこれもうすぐ着いてエレベーターでうち9階なんですけどそこをスーッと行かないと、うん、これアウトやな逆に言うと、うん、何もつっかえずにずーっと行ったらギリ行けるなぐらいの、うん、これやばいぞーってタクシーついてお金払うて、うん、エレベーター1階あったんであよかった思って乗ってでもうそこで鍵でごちょごちょしたらもうアウトやから、うん、鍵出して、うん、家の鍵持って、うん、最短距離で玄関行って、うん、スッと開けて玄関入ってよっしゃ間に合ったギリ間に合った思って靴脱ごう思ったら例のギューにしてるよ俺3日前から牛のタイプにしたいやん玄関でフルに行きました40でフルサイズそう簡単に変えるもんやないねこういうことがあるなぁ怖いなぁ僕猿を飼ってまして、はい、まだ生まれて1年も経ってない猿なんですけど、急に元気やったんですけど生まれて4ヶ月ぐらいの時に、急に頭を抱えるようになったんですよ頭を抱えて「って言ってうずくまるようになったんですよでよく本とか読んだら猿って脳の病気が多かったりする、生まれたてとかはって言ってでそれが頻繁なんですよね。ああって本当にどうしたったらいいんかわからんぐらい苦しそうな声でうずくまるんですよ。で、仕事の時とか奥さんが病院に連れて行って、で、獣医にまず脳のレントゲンを取ってもらって、で、血液も抜いてもらって、で、その結果が出るまで1週間かかりますって言って、それまでにじゃあ、漢方薬みたいなの出しときましょうって、体重が減ってないんで異常はないと思いますけどって言って、1週間家で、おったんですけど、うん、その間もずっと「あっ」ってひどなってくるんですよもう「あっ」って人間そっくりの、どうしたっていいかわからないんですよ、なぜだったらこう一応戻るんですけどまた「あっ」ってなるんですよそれがもう1週間続いても僕らも普段寝室で寝るんですけども猿のおるところに布団敷いて寝て、で電気も薄明かりにしてそれが始まったら大丈夫かって声かけるっていうもうずっと寝れない1週間続いてで結果もらいにまたその病院行ったら異常はないですとじゃあ次は肝機能を見てみましょうって言って、またなんか肝臓の検査麻酔でそのちっちゃい猿を眠らせてかわいそうなんですけどそれでこう血液抜いてまた調べるでまた1週間ずっと続くわけですよでまた行ったら異常ないです、でもう
本当に詳しいとこを見るならば MRI っていうのがあるんですよ、その動物用の、はい、うちの病院にはないんです。練馬の方まで行ってもらうことになるんですけど、あとお値段があの8万円します。でそれまでに治療とかで言うと十数万円使ってるんですよ。でもそれ使っても一気に25万ぐらいになるぐらいで、でも本当に可愛いんで、まあ、いいです、うん、って言って、その獣医の方とそのMRI 置いてるところに車に乗せていて連れてもらって、でずっと何時間か待つわけです MRI で。で終わって僕ら待合室におったら、奥さんと僕がおったら、その獣医の先生とそこの MRI 操作する人が出てきて、あのすごいもう浮かない顔をしてるんですよ。で、あそれで分かったん、やっぱ詳しいとこ見たらやっぱ分かったんやと思って、どうしたんすかって言ったら、本当に誠に申し訳ないですけど分かりましたと、はい、どっか異常あったんですか、異常はないです、何なんですか、本当に誠に申し訳ないんですけど癖です。癖かまってほしいから、したらもうこうやらんようになって、次は腕とかやるようになったんですよ。疑うっていうか声聞こえてくるとえってなることが何個もありまして、例えばブルーレイを最近奮発して十何万の買ったんですけど、それをレジ持って行った時に店員さんがあのポイントカードありますか言うから出したら、ピッてやって十何万の買うてるんですけど、8円分ポイントありますがお使いになられますかって言われた時にえっってなったんですよ。まあでも一応もうマニュアルとしてね、まあじゃあお願いしますと、もう一瞬耳疑ったんですけど、そのたくさんちょっとありまして、この前も東京でちょっとまあ居酒屋でご飯食べてたんですけども、ちょっとすだれみたいな個室でもすだれみたいなのちょっと分けてるみたいなところで、サラリーマン6人ぐらいがまあいたかったんですけども、僕は後輩とまあ飯食ってて、ほんだそのうちの一人が「何なんだよ!」って店員さんに言うたんです。「何なんだよお前、普通分かるだろ!」って言うたんです。「鶏から人数分じゃない、鶏皿人数分!」って言うたんですね。で生中と綺麗に唐揚げが一人いってるってあって、そんなことがありえんのかと、それもまあまあ耳を疑ったんですけど、とで一番耳を疑ったことがこの前ありまして、家にまあ、うち9階建てなんですけども、9階の一番端っこが自分の部屋なんですけど、マンションの下からずっとセールスマンの人が来はりますっていう連絡が、まあ、事前にあったんですけど、で、まあ、まあ僕平日やったんですけど昼間やったんですけど、まあ、家におったんですよ。で、まあ、昼過ぎぐらいですかね、ピンポンって家の玄関のピンポンが鳴ったんで、来てあるよって言ったんですけど、嫁が洗濯してたんで、俺出るわって言って、まあまあ私服で家ですから、まあグレーのスウェット上下と、でまあまあ正直もう帽子も脱いでこんな状態で出て行ったんですよ。この状態で出て行った僕に28歳ぐらいのセールスマンの人が奥様でいらっしゃいますかって。トーンでゆっくりしたトーンで違いますって言うたんですけど、もう耳疑うとか、多分下からずっと平日の昼間やったから奥様がずっと出てきてて、奥様でいらっしゃいますか、奥様流れ作業になって、つかみ奥様でございますかっていう感じやったんですけど、急に出てきたけど止まらんかったみたいな感じで、奥様でいらっしゃいますかっていう一番にびっくりしました。鼻爆発ぐらい割れてましたよ。すごいね。じゃあ新大阪の僕とおばちゃんの決闘の話を。おお。大阪で仕事やってて、まあ、終わりで新大阪から東京に帰るんですよ。でまあまあこうホームに上がったらもうスタンバイして新幹線が空いてたから、でも座ってたんですよグリーンに。10号車。ほんでなんかこうやけにまあまあこう見てはしてんけどホームがちょっとざわついてんなみたいな感じはあったんですよ。でもこうまあ無視してて、なんだなんかね
出発に3分前ですかね、コンコンコンってホームの方からノックするんですよ。パッと見たらおばはんなんですよ。おばはんがなんかそのあんまり声聞こえないんですけど、口動き見たら、さんまさん見てる、挨拶しなさい。ま、自分のマージャイさんするよ、そんなもん。なんで急に君発信で俺が動かなあかんねん。それはさんまさん関係、これさんまさん関係ないと、俺とお前の戦いじゃん。そんなもん腹立ったから聞こえへんふりしちゃったんですよ、はい、ああ俺もそうするかな、はっって言ったら向こうがガガガガさんまさん挨拶。何やそのおばはん、はってやったんですよ。もう一回ほんだら、もうさあ挨拶わかれへんわかれへん、ワンノアワンノアワンノアって言ったら、ごめん、そんなんしたら一番失礼や、お前一番失礼やほんでドゥルルルってなってガシャーってなって、おばちゃんももういいなったらしい、僕に対してちょっとこう10本ぐらい並走したんですよ。ほんでと静かにさーって、ほんで京都ぐらいで自分の間で、でおはようございます。の頭ぐらいかな、はい、静岡で仕事してて、で帰ろうと思って駅に行ったら、なんかものすごいざわついてて、あんまりこう見たことないぐらい騒然としてて、なんだろうなと思ったら、集中豪雨で新幹線が2時間遅れてますと、でうわ参ったな、俺ここで2時間待つのは厳しいなと思ったら、まあマネージャーがすぐ、現状把握しようと思って係のところに行って帰ってきたら、ちょうど2時間前に着く予定だった新幹線が2時間、遅れて今着きましたと、で席が 3,4 席空いてたんで抑えましたと、ただいつも2人隣で並んでますけども、今日はちょっと席が分かれますと、でまあマネージャーもよく知ってるんだけど、俺知らない人とあんまりこう隣でこう座ってるっていうのが苦手なんで、まあ嫌だなとは思ったんだけど、まあしょうがないと、で別にそんなおかしな人もいないだろうし、まあ2時間待つよりいいかと思って行って、席に着いた時にまあ軽い不安が流れる感じのちょっと太った人がそこに座ってて、まあ太ったって言っても本当にこう席パンパンになるぐらいの、でその人がちっちゃいノートパソコンみたいなのをこう開いて、ビールこう置いて、なんかちょこちょこってやってなんか見てる、まあいやこれはキャップ深めにかぶってあまり関わらないようにして、でまあ時間をやり過ごそうと思って乗ってたら、その横目でチラッと見たら、こうビールをくびってちょっとだけ飲んで、その後ちっちゃいゲップをペッってその人がして、でまあこれゲップするだけだったらよかったんだけど、その後強烈な匂いがしてきて、おそらくシューマイ弁当を食った後の匂いだ。これうわ参ったな、この人も勘弁してほしいなと思って、まあとりあえずしばらく息をせずに、まあ、ごまかしながら、ちょっとまた新幹線が進み出して、2、30秒してからかな、またビールちょっとクビッと飲んで、でちっちゃいゲップしたら、またその匂いがふわっと、これダメだ、俺このままではちょっとやばいなと、そしたらまた同じ状況でクピッ、もうこれダメだと思って3軒目の時に、って相手にちょっと俺は嫌ですよっていうのを示したんですよ、声で、ね、でもその人はもう全然気にもせずにずっとパソコンこうやりながら、でまたクピッ、同じことを繰り返すから、でまあその太った人見てるともうどんどん腹立ってきて、なんかいろんな嫌なことが見えてきて、髪型もちょっともう全体薄くて銀縁の細いフレームの眼鏡してるんだけど、それもここがもう横食い込んでんのよ、太ってちゃんとしたの買えよって、もうイライラ感が募ってきて、もうこれ我慢できないから一回席立って冷静になろうと思ってトイレのある車両に行って、でまあでもやっぱりこれは泣き寝入りするしかないかと思って、まあ俺も大人だから
そろそろちゃんとしようと思って席に戻ったら、パソコンのところにこうやって、もう寝てんのよ、寝てて。もうこの手もちょっと歪みに見えるぐらいの感じで。寝てて、あ、そっか、寝てれば大丈夫か。もうゲップしないだろうと思って、まあ、ほっとしながら座ったら、やっぱりそういうやつってこう、なんか、YouTube かなんか見てたのね。見てる絵が下品なのよ。なんていうの？白い水着の、トップレスみたいな女の子が出てる映像がこう止まってるわけよ。しょうがねえな、見るのはいいけど、こんなの新幹線で見るじゃなくて部屋に帰ってくるよって思いながら、ちょっと見たら、たけし軍団パンツの中身は何だろうなって書いてあって、トップレスの女の子じゃなくてブリーフ一丁のたけし軍団の絵がそこで止まってた。多分それだから見てて、こいつ気づいてたんだと。カッツカッカブってこうやってたけど気づいてたんだと思って、もうめちゃくちゃ恥ずかしくなって、ちょっとした間に寝るぐらいつまんないのかって思うのもちょっと、いやーこう思うんだね。何も言うんだ、面白いって。パンツの中身は何だろうな、もう結構面白かった。自分たちで、さっきから結構食べ物の話が出てまして、はい、僕結構あのカレーが好きなんです。カレーで、カレーはもういろんなちょっと美味しいという評判のところに行っては必ずカレーを注文して、で僕のカレーの食べ方っていうのは、まずカレーが出てきます、まず見た目で、あーええー、なーと思って、まずそのカレーの雰囲気を楽しんで、でその次にこのスパイスのなんか、あ、いい匂いがふーっと香ってくる、あー、ええー、なーと思いながら味わうんです。でそれからカレーを食べ出すんですけども、つい先日もその、まあ、美味しいカレー屋さんに行ってて、あー、美味しい、ふーっと食べてたら、パッと見たら長いなんか茶色の髪の毛が一本だけあったんです。やっぱり食い物の中に髪の毛が入ってるっていうのは嫌 やなと思いながら、でもちょこちょこ行ってる店なんで、お姉さんを、ちょっとお姉さん、ちょっとごめんごめん、髪の毛入ってる、ごめん言ったら、女の子も気づくと、あ、すぐ買えますから言うて、女の子がスッと引いた途端に髪の毛がシュッとなくなったん、ほんであれと思ってふっと見たら、ここのとこにカレーのついた髪の毛が。ほんで、でお姉さんも迷いながら、どうしましょう。はい、いただきます。そうですね、あのうちの相方なんですけど、あの、うん、なんて言うんでしょう、何も考えてへん、なんかこう、な何も気にしないみたいな風に映ってるかもしれませんけど、結構ナイーブな男でもありまして、はい、5年ぐらい前ですかね、あの番組の収録があって、であの途中でその番組の中で、あのクイズコーナーみたいなのあるんですけど、ちょっと大喜利チックで、まあ、基本的に芸人さんはちゃんとした答えも言わへん、うん、変な答えを答えてみたいな感じのコーナーやったんですけど、まあ、観覧のお客さんもちゃんと入ってて、で、まあ、みんなが手挙げてなんかボケたりした答え言うとわーって笑ってるみたいな、で鈴木がバーって手挙げてボケたりするとウケなくて、しかも さらにこのえーって言われる最悪の流れで、何遍鈴木が手挙げてなんか言ってもえーとか、うん、つまんないとかいろいろ言われる感じだったんですよ。で、まあ、その1本目が終わって2本目もあるから、2本目の間にまた楽屋戻ってみたいな、で滑ったな、くっそ滑ったなって言ってんです、あいつが珍しいのみたいな、で2本目ちょっと取り返す、絶対取り返すわって言ってて、2本目始まってそのコーナーになってまた手挙げて言ったら、つまんないってなって、そっから鈴木一切手挙げなくなったんですよ。もうできないみたいな、もうビビってもうて、であのそこからもう完全にあいつの中でオフになったなっていう感じはしてたんですけど、でアイドルの女の子みたいなのがいて、まあ、最後全然関係ないんですけど、この中でなんかこう理想のタイプの男性いますみたいな振り来て、で鈴木さん以外だったらみたいなボケしてるんですけども、鈴木も完全にオフってもうてるから笑ってうなずいてるだけなんです。その
いじり返すとかでもなく、ちょっととかも言わずに、ね、はい、でその終わりで次の日あのネタ番組の収録やったんで、そのまま2人でホテル泊まってネタ作って合わせて、そのまんま行くみたいな流れのちょっと忙しい時期やったんで、でホテル泊まって僕の部屋の方で2人でこう台本書いてネタ合わせしてたんですよ。でここはちょっと早めに突っ込んでもらってって言ったら、でちょもうちょっとここはちょっと考え落ち気味なとこあるからちょっと一瞬待ってもらって突っ込んでた、でここは三段落ちになってるかったらちょっと使っちゃーって急に大声バーン出されて、どうしたどうしたって苦しい、はー苦しい、滑りすぎ滑りすぎて苦しい、滑りすぎて苦しいって言って、おいや大丈夫か大丈夫かって言って、ちょっとマネージャーやらその明日の番組のディレクターに電話するから、いや大丈夫、とりあえず寝かして、とりあえず寝かして、寝たら治るからちょっと寝かしてって言って、僕の部屋をガチャパターンって出て、向こうの部屋でガチャパターンってな音が聞こえて、あーって寝た音が聞こえたんですよ。これ結構やばいやつやなと思って、電話してマネージャーとかディレクターに電話して、こう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 でもうちょっとなんかこう苦しいってなってるんですけどみたいな、まあとりあえずじゃあ朝まで待ってみて朝の様子見て考えようみたいな風になって、朝起きて鈴木のとこ行ったら鈴木ケロッとしてるんですよ、うん、普通におにぎり食べてて昨日ごめん昨日ごめん、うん、で本番前にリハーサルの時間あるから、リハーサルをもうそのまんまあの同じそのスタジオの中で客入れずにやるみたいなでやってたら、僕のボケに対して次のボケのツッコミを先にしてくるみたいな、でいや鈴木それ後のやつやでしたら、うん、はいって言うんです。鈴木鈴木、俺俺俺俺、はいって。もうこれあかんあかん、鈴木あかん、ずいぶん参ってるわと。じゃあこのまま病院行けっつって、病院行ったんですよ。連れてって。で病院行ってみたら、やっぱりその神経的なもので神経的なものにやられて、胃がちょっと荒れてるみたいな感じになってたと。でどういうなんかこうそれらしい原因とか分かりますかって石原先生に聞かれて、鈴木は正直にそのまま答えたんですって。ある番組でこうこうこうですごい滑って、でそれでもなんかどん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 へこんでいって、それでなんか気分悪くなったんですって言って、ほんで石原先生がでしたら今後はなるべく滑らないようにって言ったというそういう話です。ロンガントップがあったな。そうか、ダメな医者やな。やばそうだ。わかんない。ちゃうしね。それ以上もう言うことはないですね。そういう一面あんねんな。知り合いの、あの芸能界のすごい大御所の人がいるんですよ。あのスタッフの方なんですけどね。レコード会社の社長やったり、今でもいろいろなところのその役員やったり、すごい偉い人なんですよ。でその人があのゴルフ行ってコンペで。すごい大きい芸能界のコンペででこう打ったらね、シャンクっつってこう斜め45度からもうほとんど90度に近くピューって、あー、うん、隣のコースで、はいはいはい、プレーしてたレコード会社の社長のこめかみにボーンと当たって、その人がボーンってドーン倒れちゃったんですよ。でその人助けなきゃいけないって言うんで、で雨が降っててカッパ着て来てたんですけど、でクラブ持ったまま大丈夫ですかって言ったら、その人しか見てないから池があったんですよ途中に、でその池にペナルティを示す杭があって、その杭につまずいて頭から池に落ちちゃったんですよ。それでカッパも来てるしパニックになってるから、うわ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 って言ってたら、その失神した人がそれで騒ぎで起きてブッて、それで大丈夫ですかって言って、そのその人にクラブでこうやって引きずって、あの新喜劇の後輩で村上くんっていう子がいるんです。はい、その村上くんは寛平さんのお弟子さんで、はい、本当に真面目な子で、うん、でも、うん、あのちょっと気の弱い線の細い子なんですけど、うん、新喜劇っていうのはなかなかこう若手がボケるチャンスっていうのがなくて、うん、で普通のセリフをまあ言うという、まあ、下積みなんですけども、それで思いついたギャグをボケを言うというのはすごいこうなんですかね、清水の舞台から飛び降りるぐらい滑ったらちょっと怒られるというか、うん、あのとこいらんのちゃうかなんて言われて、うん、受けたらまあまあよかったみたいな、うん、すごい空気なんですけども、うん、村上君とはなかなかこうボケる気軽にボケれる、まあ言うたら立場じゃないんですけど、ある時石田さんのあの新喜劇がありまして、はい、僕も出させてもらってたんですけども、カッパ村伝説みたいな感じの体で、まあここには昔カッパが出たことがある、はい、でも、そういう伝説があったけど再建も下火になってお客さん集まらない、うん、どうしようかみたいなことの新喜劇なんですけども、うん、1軒ありましてアンテナになった次2軒明け
カッパ村にお客さんがまた来だしたというシーンがあるんですけども、うん、そこにカップルが、泊まりに来て出ていくとこだったんです。いやー本当に楽しかったです、うん、また来よな、うん、このカッパ村に言うて履けるんですよ、うん、でもそこは村上君あれちょっとここボケれるんちゃうか思ってすごいガクガク震えながらちょっとここ行かせてもらっていいですか、あええよ何でも好きな言って村上君あの舞台稽古の時に、うん、あのまた来よなこの力っぱ村にって言ったんです。後ろにはこうカッパ村ってカタカナで書いてあるんですけども、カタカナのカを力と呼んだという、でこの力っぱ村にファーハゲ出て、いやこれカッパ村みたいなやってたんですけど、まあまあいいんじゃないかみたいなことになって、初日火曜日やったんですけども、1回目やったらドカーン受けたんです。おー村上君初のホームランといった感じで、みんなもよかったやんけ力っぱ村よかったと、石田さんもあ村上よかったぞと、あるわえみたいな、めっちゃ石田さんもこの言ったら幼いというか、まあ、出だしの子をすごく褒めてたんですよ、うん、村上君もありがとうございます。で火曜日の2回目このまたこのなこの力っぱ村にドカン受けます、うん、ほんでも水曜日も力っぱ村にドン、木曜日も力っぱ村にドンやったんですよ、うん、だんだん村上君も最初こうビビり流れてたのがだんだんこう胸張り出してきて、おこの力っぱ村にみたいなまあでもまあ僕らもまあ微笑ましいな、ね、土曜日の2回目がテレビ収録中継あの収録するんですよね。でその1日前にカメリハっていうのがあって、1回こういうふうな段取りでやりますよっていうのをカメラさんに見せて1回撮っとくんですよ。でその撮ったものを楽屋でみんなで見て、で明日こんな感じね、いうことで土曜日になるんですけども、金曜日のとこ来たらこうみんな撮ったやつを見てたんですね。で石田さんが2K 始まった時、来るで来るでみたいな、みんな見てるんですけど、来るで来るでこれ村上のあれ来るでみたいな、まだこう盛り上げるわけですよ。ずっと見てたらこうまだこれなこの力っぱ村に言うて、もう名もない若手にカメラがぐっとね、もう結構長く入ってるんですけど、まだ若手でこの力っぱ村にドーガーンなってるんですよ。まあ、いわばカッパ村というふうに普通読むところ、逆に力っぱ村にと読むというふうに、まあ、そういうボケでずっとできた。もうこの力っぱ村にってめっちゃドヤ顔で言うてるんですよね。今度はもうさっそうと吐けていく。ドーガーンなってよかった村上。明日もこんな感じでな言うてたら、火曜日から2回ずつやってるから、このカッパ村が普通で力っぱ村なんですけど、だんだん毎日力っぱ村って言ってたら、逆に力っぱ村が普通になったか分かんないですけど、テレビ収録の時にまたこれなこのカッパ村にもうカメリハもしてるからね。そうです、名もない若手が普通のセリフ言うたことにカメラ酔ったんですよまたこれなこのカッパ村にどこどこってなってシーン、なんか普通のことやのにこの子えらい溜めて言うからほらあとで村上君は石田さんに村上くんらい村上君は間違えたらもう気づいてないからはぁみたいな顔してる、はい、まあ、そういうふうなチャンスを棒に振ってしまったところです。はい、かわいいね。おかしいな。まあ、ちょっとおかんの話じゃああのさせてもらおうかなと思うんですけど、はい、ちょっとうちのお母さんが、まあ、まあまあちょいちょいバレてるんですけども若干変わった人 で、はい、であの何年か前にあの手紙が送られてきまして、でえらい分厚いんでわなんか長文やなと思って、まあ、開けたらほとんどあの写真なんですよ、で写真が入っててでこう見たら人は写ってないんですよ、あのブルドーザーが土をこうぐーっと掘り起こしてたり、なんかこんなユンボみたいなのが土をこうもうそんな写真ばっかりなんですよ。何やこれと思って、で手紙が一通だけ一枚だけ添えられてあって見たら尼崎も変わりますはい、方の話で、はい、太蔵っていう子がいて、はいはいはい、まあ弟のように可愛がってるんですけど、うんはい、あのこれも大概のアホなんですけどね、うんはい、あの四国出身で、はい、あの方言で、はい、あのまあダメですっていうのをいかんって言うんでしょうね、うんうん、でなんかすると常にまあ先輩なんでいかんすっていう、うん、何をしてもいかんすって言うんですけど、うんものすごいでっかいイカンスを聞いたことがあるんですよね。でっかいイカンス、ものすごいでっかいイカンスやったんですけどまあ4畳半のアパートに住んでる時に、まあ、あのまあその当時携帯なかったんで電話して今から行くと、はい、で行ったらコンビニかどっか行っとったんですよ、はい、で
鍵かけてないんですよね、うん、基本アホの、うん、家なんで、うん、ほんでバーって入ったら4畳半のところにね、はい、テレビがあるんですよね、はい、でまあ後輩2人で行ってて、はい、まあこれは普通に待っててもしゃあないなっていうことで、はい、あのテレビにまず電源入れまして、ほんで、ファミコン、その時ファミコンで入れてゲームを流してたんですよ、うんうん、はい、でその前に扇風機を置いて、うん、で扇風機の上にジャンバーかけて、はい、でちょっとね上にティッシュの箱とか置いてカンカン棒をかぶして、はい、でまずスイッチ入れるんですよ、うん、扇風機の、うん、で首振ったら、うん、おっさんがねこうゲームしてるように後ろから見えるわけですよ、うんうん、なるほど、こうと、で電気も豆球というかちっちゃいやつにして、うん、はい、で排気道が見えへんとこにこう後輩と隠れてたわけですよ、はい、で態度が返ってきまして、うん、でなんやっていう声が聞こえて、うん、おっさん誰やっていう、ね、もうおっさんと決め打ちですね、おっさん誰やゲームしたらあかんやろ俺の家や出ないお前怒るぞっていうのが聞こえてずっとこう隠れてるわけですよ、はい、笑いをこらえて、うん、で男気出してわー言うて扇風機に向かってバーンって体当たりしたんですよ、ほんなら扇風機ブルルルルルって言うだけですよ、ブルルルルル言いながら僕が隠れてるこの下でブルルルって僕と目が合うた瞬間僕に向かっていいかー一言で凝縮したなこれは史上最大のいかんすなるほどこういういたずらはいかんすいかん一瞬にして理解したんや一瞬にしてヨウちゃんがやったんややったんだとなるほどあれはびっくりしました魂の叫びや魂の